ライディングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回新型の M1 チップ搭載の MacBook、 こちら買いなのかどうかお話ししたいと思います。まあ、前半はね、ちょっと買いなのかどうか部分と、リアルな動画ファイルのデータで、インテル版ですね。まあ、プロ13インチのフルスペックと比較して、どうなったのかっていうね、ちょっと検証ですね。結果としてはすごいことになっております。後半にどのモデルをね、じゃあ MacBook 買うべきなのかっていうところをお話ししたいかなと思ってます。具体的に言うと Air なのか、Pro なのかっていう部分と、まあ、メモリが 8GB、16GB、どっちがいいのか話ですね。ここは非常にね、質問が多かったので、そちらに答える形でね、解説したいかと思います。で、僕もちょっと買い増しようと思ってるんで、どういったモデルにするのかとか理由について最後お話しできればと思います。あと、まあ使ってちょっと注意点とか見えてきたので、そこも含めてね、全てお話ししたいと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとしたリーク情報の分かりやすい解説だったりですね、ガジェットのレビュー動画定期的にアップしてますので、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシー高めていければと思っております。チャンネル登録していただいてですね、最新情報をどんどん受け取ってください。まず M1 チップ搭載の MacBook は買いなのかどうかっていうところなんですけども、結論から言っちゃうと、もうこれはね、買いですね。M1 チップ搭載の MacBook Air の、まあ、標準モデルですね。メモリ 8GB、7 コア GPU ね、一番安いモデル。まあ、実際こう1週間ね、使ってみたんですけども、正直言ってね、めちゃめちゃ快適でした。前回の動画でね、開封とか、性能レビュー動画っていうのね、出してるので、そちらも参考にしていただきたいんですけども、正直心配していた、その、まあ、アプリ対応も、もう普通に問題なくね、動きますね。まあ、正直もうちょっと時間かかったりして、そのバグとか起きんじゃないかっていうね、懸念がめちゃめちゃあったんですけども、今まで一番スムーズなね、移行なんじゃないかっていうぐらいね、大丈夫ですね。一応インテルベースで作られたアプリも、まあ、ロゼッタ2というものを使ってですね、まあ、変換されて、まあ、スムーズに動きますし、まあ、最適化ね、もうもちろんそれされてないんですけども、それでも、その以前より早く動くみたいな、アプリによってはあって、本当じゃあ最適化ね、来年以降どんどんされていったら、もうやばいんじゃないかってね、思ってきましたね。まあ、もちろんそのギークベンチとかね、性能とか測っても、まあ、大体その倍以上するね、プロ16インチ、まあ、25万円ぐらいするんですけども、それよりもね、性能を上回っているとか、まあ、もちろんね、そういったこともあるんですけども、まあ、やっぱりその、まあ、やっぱ実際に使ってみてもですね、その、まあ、リアルワールドテストとか言ったりするんですけども、まあ、そういった点でも、結構やっぱすごいな、1週間使った、まあ、正直な感想ですね。じゃあ M1 の前に使っていたのが、まあ、インテル版ですね。プロ13インチの、フルスペックのモデルなんですけども、ちなみにこれ約34万ぐらいだったらね、まあ、3倍ぐらいね、値段違うんですが、Core i7 メモリー 32GB、まあ、容量が 2TB なんですけど、それよりもやっぱ M1 Air の方がね、快適ですね、正直。実際今インテル版全然使ってなくてです。ここにあるんですけど、まあ、正直 M1 チップがね、想像以上に良かったので、買い増ししようかなと思ってます。スペックアップしたものをね、買おうかと思ってます。それでどのモデルを選ぶとかですね、その理由についてね、ちょっと後半にお話しますので、コメントでもね、もちろんお答えしたんですけども、はい。というか、たくさんのコメントは非常にありがとうございます。と、前回の動画もですね、実はこの M1 の MacBook Air のね、一番安いモデルで、編集してまして、ファイナルカットプロですね。まあ、使ってやりました。まあ、シーケンスとかね、こう動かしてみたんですけども、まあ、スムーズだったし、結構ファイルとか画像ね、まあ、多めではあるんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、再生とかしても、まあ、再生位置ずらしたりしてもですね、特に、まあ、違和感なく編集とかはできましたね。むしろインテルよりは全然快適でした。ここまあ、押してからこう画像のね、表示とかも早かったりするし、あとまあ、カット操作とかもね、特に問題なくできますね。こうカットして戻すみたいなのね。まあ割とスムーズでした。問題なくね、サクサク編集できましたね。やっぱ僕の動画ぐらいだったらね、まあ結構シンプルなやつなんで、全くエアーでね、問題ないですね。発熱とかもね、問題なかったですし、特にね、書き出しの速度、やっぱこれ全然違う。で、今回インテル版プロ13インチのそのフルスペックですね、と一番安いこの M1 MacBook Air で、まあリアルなね、今回動画編集データでね、比べてみました。はい。これやっぱ比較してみると、全然違いました。ね、ちょっと愕然としました。はい。今回試したのは左がですね、M1 ですね。M1 の Air で、右がインテルの Pro 13。まあ、フルスペックですね。はい。まあ、設定としては、こちらの H264 ってやつですね。まあ、処理速度優先の、まあ、今回はフル HD、まあ、1920×1080 の 60fps ってものですね。まあ、一般的に多分、まあ、YouTube 用の動画とか形式にあると思うんですけども、まあ、僕がいつも書き出してるね、方式で、もうほんとリアルに比べてみました。容量としては 2.54GB で、まあ大体17分弱ぐらいですの、まあ前回、まあ内容としてはちょっと前回動画見てもらえれば、どういう動画かなってわかると思うんで、それの開封レビュー動画の、まあ、データですね。で、一応計測スタート、してみたんですけども、スタート時はね、まあ正直同じようなスピードだったんですが、M1 がね、大体、
50% 半分折り返し時点で、まあ、3分過ぎぐらいで折り返した時にインテル版が 38% ぐらいでしたね。だいたいなんで約 30% ぐらいやっぱ M1 の方が早い。6分半ぐらいかな、30秒前ぐらいにですね、もう M1 はね書き出しが終わっちゃって、インテルはまあ 84% でしたね、その場合、その時、はい、で結局インテル版は、8分20秒弱ぐらいで終わりました。まあ、なんで2分ぐらいはねやっぱ差がついたっていうところですね、書き出しのスピードで。充電量も77% でね一緒に始めたんですけども、もうインテルは 10% ぐらいねもう減っちゃってましたね。 62% になってた。厚さもね確かめたんですけども、プロはやっぱめちゃめちゃ厚くて、 M1 はね生温かい。6分、まあ大体26秒ぐらい M1 がで、インテル版プロ13インチフルスペックが大体8分20秒ぐらいだったので、大体やっぱり 30% ぐらいね、やっぱ書き出しの速度っていうね早いなというところでした。でまあ結論的にはね、なんでこの一番安い M1 の MacBook Air 約11万円のものでも、まあインテル版のプロ13インチですね、フルスペックの約34万円ですね、3倍ぐらい違うものでも、今回ファイナルカットプロの書き出しのスピード 1080p ですね、フル HD でも、書き出しは早かったっていうことですね。やばいですね。はい、とりあえずね、じゃあ M1 チップの搭載のね MacBook の性能がすごいのは分かったと。どのモデルをね買えばいいのかってね、どのモデルがいいのかっていうところですよね。まあ、そこやっぱ気になりますよね。コメントとかでもね、よくいただく質問ですね、やっぱどのモデルがおすすめですかっていうね、ところについてお話ししたいと思います。まあ迷う点としては大きく分けるとね、まあ2つかなっていうところですね。まずやっぱ Air か Pro かっていうところと、メモリーですね。メモリーがその 8GB を選ぶべきなのか 16GB なのかっていうところですね。そこを見た上で、まあ最後に、僕が今回ちょっと買い増ししようかなと思ってるモデルと、まあちょっとその理由についてもね、お話ししたいと思います。まず、その Air か Pro かっていうね、ところなんですけども、一応 Mac mini っていうね、選択肢もあるんですけども、こちら基本、まあ据え置きで、まあ自宅とかでね、使うもので、キーボードとかディスプレイがね、別途必要になるので、持ち運べるね、やっぱ MacBook がおすすめなので、まあ今回ちょっと省きます。まず、M1 チップ搭載ね、その Air と Pro、どっちかっていうところなんですが、今回個人的にはやっぱ MacBook Air がね、おすすめかと思ってます。Air とね、Pro の違い、前回動画でもね、前々回かの動画でも、お話ししたんですけども、例えば Pro の方にはですね、まあ冷却ファンの搭載だったり、タッチバーとかその操作をするね、あとまあトラックパッドとかまあ大きかったりとか、あとまあディスプレイの明るさとか、あとまあスピーカーもね、Air に比べてハイダイナミックレンジっていうね、まあ音の広がりがあったりとか、バッテリー駆動時間に関しても Air よりやっぱ Pro の方がね、まあ2時間長いと、最大20時間使えるっていうのも、まあ、利点ではありますと。やっぱ違いはもちろんあるんですけども、例えばその電池持ちとかに関しても、Air をね、使ってみたんですけど、十分にね、持ちますね。あと、ま、発熱に関しても、まあ、実際やっぱ問題ないかなっていうところで、まあ、いろんなアプリをね、かなり重めのアプリを立ち上げても、前のインテル版とかみたいに、熱暴走とか起こしたりとかね、まあ、強制終了したりとか。まあそういうのはね、正直もうなかったですね。逆にね、じゃあ Air の利点とかもね、あるんですけども、まあ主にちょっと3つですね、挙げてみました。で、Air を使ってみてね、ちょっと気づいたのが、Pro と比べてね、タイピングはしやすいなと思って、Air は僕、ちゃんと初めて使ったんですけども、Pro って結構まあ四角い形状なんですよね。なんですが、Air ってそのトラックパッド側ですね、こう横から見てみるとわかるんですけども、薄くなってて、傾斜があるんですよ。まあだからこの傾斜あるデザインっていうのが、もちろん美しいっていうのもあるんですが、やっぱタイピングもしやすいですね。しやすさにも結構影響してるなと思います。二つ目はですね、単純にやっぱ価格安いっていうところのやっぱ魅力的かなっていうところで、税込みでやっぱね、この11万ぐらいから購入できるっていうのは非常にいいなっていうところと、はい、三つ目がやっぱその軽さですね。もちろんその本体サイズがね、まあ、100g ぐらい、プロに比べて軽いと。やっぱ外でね、作業する際にですね、充電器がね、やっぱ軽くて小さくていいっていうところですね。持ち運びにやっぱ便利だというところ。プロだとやっぱ倍のね、61W の出力がね、必要なんですけども、まあ、Air だと 30W で十分なんですね。なんで、どうしてもあとプロの方だと、大きくてね、重くなっちゃうんですよね。充電器が。まあ、Air だと、まあ、頑張ればですね、20W の iPhone 用のやつとかでも、まあ、iPad 用とか。でも、まあ、充電できなくはないです。まあ、さすがに 30W 対応の方が早いですけども、やっぱこんだけ荷物がね、軽くなるっていうのはめっちゃ嬉しいかな、ところですね。Air にしろ、まあ、プロにしろ、メモリーですよね。じゃあ 8GB に足りるのかとか、16GB にするべきなのかっていうところ、まあ、どっちにすべきかっていうところなんですが、今僕が使っている MacBook Air のメモリーの 8GB、7 コア GPU ですね。まあ、これ一番安いモデルであってもですね、非常に快適に使えてますので、まあ、前回、まあ、一応検証動画とかでもね、まあ、一応、まあ、問題なかったので、
まあ、メモリ 8GB で正直今1週間使ってみても全然十分使えますね。ほとんどの方は正直この 8GB で全く問題ないと思います。まあ、一応その海外 YouTuber のまあ比較動画とかですね、まあ記事とか、まあ、結構いろいろ見てみたんですけども、まあ、性能的なこのメモリ 8GB と16GB の性能的な違いっていうのは、まあ、本当にもうほとんどないですね。大きな違いっていうのはない。まあ、逆にじゃあ 16GB に、まあ、すべき場合ってどういう方かなって考えたんですけども、とはいえやっぱその予算がね、余裕があるとか、やっぱ作業効率やっぱできるだけ上げたいですね。まあ、僕みたいにその YouTuber 動画もすごい編集する人とかですね、やっぱデザイナーさんとか、まあそういう方ですね。そういったことにやっぱ対して、作業効率とかに対して、やっぱ2万円っていうのが、まあ全然出せるというか、まあ、安いなって感じるのであれば、そこは全然いいかなと思います。ただやっぱ 4K 動画とかちょっと重めな編集をねやっぱ頻繁にするとかですね、やっぱ 8K とかになると結構やっぱ書き出しの時間にね差が出てくるようだったので、ただそこは結構少数派かなとは思いますね。そういう方はまあ 16GB と、一応買い増しこのしたいなっていうモデルが MacBook Air のユニファイドメモリー 16GB とストレージ 1TB ですね。やっぱ編集作業がね、大変なので僕の場合やっぱ作業効率をできる限り上げたいと、はい、やっぱりなのでメモリー 16GB に上げて、こっちの場合やろうGPU だと8コアあるのでやっぱいいかなと。ストレージとかはね、やっぱ256ではね全然やっぱ足りないですね。動画編集の場合だと少なくともやっぱ 1TB はね、欲しいかなっていうところですね。やっぱ SSD とかね読み込みの速度自体もやっぱ速いので、そこもやっぱ活かしたいかなと思うっていうところで、僕はね買い替え感じで使おうと思ってます。でまあ一応安いエアはね売ろうかとはまあ思ってるんですけども、仮に正直ねこれ2台買っても前のね34万したインテル版よりは安いんですよね。まあそこら辺も結構まあ買い替えの理由とかでもあります。届いたですね。まあ、せっかくのね、この 8GB のメモリと 16GB の、まあ、モデルの比較ですね。せっかくね、ちょっとやりたいかなと思ってますので、例えばその GPU が一応8コア、7コアでどれぐらい違うのかとか、比べたいと思っております。気になる方はですね、チャンネル登録していただいてですね、そうするとすぐね、最新情報を受け取れると思うので、よろしくお願いします。すごいね、この M1 チップ、非常におすすめであるんですが、ちょっと注意点もありまして、プログラミングですね、このやっぱ初心者の方とか、ここはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思ってます。基本 Web サイトのそのいわゆるフロントエンドっていう部分ですね、 HTML とか CSS とかの部分は、まあ、そこらはね多分そんな問題ないと、プロゲートやるとか、はい、まあ、学習サイトあるんですけど、そういうのは問題ないと思うんですけども、まあ、プログラミングの実際にやるその環境構築とかの部分ですね、まあ、どっちかというとそのバックエンドと言われる後ろで動かすようなシステムを動かすようなところだと、まあ、正直うまくいかない結果なんかあったりするみたいで、例えばその Docker とかホームブリューとかね、ここら辺ねちょっとうまく動かなかったりとかあったみたいです。僕も一応その iStats っていうね、Mac の温度を測れるね、ツールがあるんですけども、これがなんかホームブリューとかがうまくダウンロードできなくて、ちょっとね、動かなかったんですよね。まあ、なんで、このターミナル使うですね、まあ、例えば Ruby あたりとかの言語とか、まあ、僕もそんな詳しくないんですけども、まあ、システムをちょっと動かす系の言語とかは、ちょっと M1 ね、面倒なんじゃないかなと思ってます。まだやっぱ出たばっかりなんでね、あんまり検索してもその解決策みたいなのがね、そんなないんで、出てこないんですよね。なんで、もうちょっとしてからですね、プログラミング、特に初学者とかの人は、まあ、一旦ね、M1 はその見送りで、M1 の MacBook はね、見送りでいいんじゃないかと。まあ、インテル版でね、いいんじゃないかと思います。あとまあ OS のアップデートとかもね影響したりするので、それもやっぱやめた方がいいかなっていうところですよね。ただその普通に使う分にね、全然問題ないので大丈夫かなっていうところですかね。細かいツールとかに関してもやっぱ動かなかったりとかはあるみたいなので、そこら辺もやっぱ考えた上で購入した方がいいかなっていう。ということでまた他にもね、これからちょっとまあ検証とかですね、この M1 MacBook の長期レビューとかしていきたいと思ってますので、あとまあ試してもらいたいことですね、質問とかありましたらコメントね、気軽にしていただければと思います。全部見させていただいております。この動画少しでもね役に立ったと思った方はですね、高評価、チャンネル登録、まあ、ベルもね、ベルの通知とかしていただければね、すぐ最新情報受け取れますので、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。